越境合併って知ってる？越境合併？よくある合併は同じ県内の市町村同士でやるじゃん。そうですね。それの県境を越えて他県の市町村と合併するパターン。なんかすごい合併だな。まあ基本的にハードルの高い合併ですけどね。めちゃくちゃレアケースってわけか。近年だと2005年に長野から岐阜に行った自治体がある。なんか聞いたことあるかも。で、群馬栃木間ではあったのかなーって調べたらさ、どうだった？過去に数件ありました。あるんかい。越境合併には主に2パターンあるとのこと。自治体丸ごとと一部だけ合併のパターンがあるのね。まずは自治体丸ごと合併。栃木の菱村は群馬の桐生市へ。え？桐生の菱はもともと栃木県だったの？続いて一部が合併。群馬の耶馬川村の一部は栃木の足利市へ。今度は群馬のが栃木に行ったのか。これは前年の菱村との交換条件だったとか。なるほど。最後も一部の合併。栃木の田沼町の一部が群馬の桐生市へ。またまた桐生か。知らなかったな。ちなみに平成の大合併の時に足利市と太田市が越境合併なんて話もあったとかなかったとか。冗談で群馬県足利市って言うけど、まんざらでもないのね。いっそのことを栃木県太田市でもいいですよ。それはダメだ。あ、そしたら東側が孤立しちゃうか。じゃあこっちももらうか。いや、もっとダメだ。